それでは YT さん、はい、行きましょう。また美少女系フィギュアのまた来ましたね。この時間がこの時間来ましたよ、はい、桃色の時間が桃色の、はい、ちょっとあの佐々木さんが、はい、なんかお腹痛いって言ってトイレ行っちゃったんで、あの僕ら YP さん2人でちょっとあの悪者をやっつけに行ったんですかね。まあ多分そうですよね。そうですよね、ヒーローなんで、はい、そうですね、はい、はい、あとあの YP さん、はい、佐々木さんの方の動画でも、はい、海斗両国宮戸線さんの、場所の動画上がっていますので、こちらも要チェックお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは行きますか、はい、こちらですね。まず桃色の美少女コーナーのショーケース。やっぱ美少女系はね、目の保養になるんで。ですよね、癒されますよね。もうあの、うん、YP さんの顔が、はい、ニコニコしてるんですよ、なんか。いや、いいですね、はい、これあれですよ、YP さんの好きなダクネスですね。あ、ダクネス、これ、はい、いましたね、昨日も、はい、いいですね、やっぱりこう見ると、はい、あとこの横にいるシノンも、はいはいはい、はい、SAO の、はいはい、これ可愛いですね、はい、ソーダアートオンラインも結構俺好きなんで、はいはい、これ僕もこれめくりましたもん。あ、本当ですか。このタオルどうなってました。普通の水着でしたね。あ、水着、水着を着てるんですよ。あ、裸じゃないんですか。裸じゃないです。全裸じゃないんですか。全裸じゃない。あのワイさんダメですよ。あの佐々木さんもそうですけど、はい、あの僕のチャンネル、佐々木さんのチャンネル潰しに来ますよね今日。ダメですからね本当に。はい、もう気になって剥がしましたねこれ。あ、そうなんですね、はい、そのすぐくっつけれるようになってるんでこれ。あ、はい、結構優しいフィギュア。へー、はい、そうですね。ラブライブ、あ、ラブライブサンシャイン、あ、これサンシャインなんですね。サンシャインのアクアっていうグループなんですよ。はいはいはい。ほんで YP さんが推しのメンバーがシノンちゃんですよね。シノンちゃん、さっきのソーダアートなんで、こちらリコちゃんです桜内リコっていう。はいはいはい、はい、まあ、9人9体セットですね。これ6800円、安いっすね。いいですねこれ、はい、9人も、そうか、9人ですもんね。そう、9人です。ラブライブは基本9人なんで。いや、はい、これでもいいっすね。なんかこの動きがなんかみんな違うっていうか、うん、確かに9人揃うとまた違いますね。そうですね、なんか棒立ちとかやっぱ全然違いますもんね、うん、そう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 、これいいな。ただ俺が気になったのはやっぱ、はい、今回はこっちですね。サイカの、はい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 、サイカの加藤ちゃん、高いですね。サイカの、そう、加藤ちゃんペですよフレーズだった、はい、そう、加藤めぐみ、はいはいはい、はい、よくないですか着物バージョンと、あとこっち制服バージョン、エロくないですか。いいですねこれ、はい、これはあのちょっと大丈夫かなっていうぐらいですね、はい、伊藤さん知ってます。知ってます。サイカの、しますよ、サイカの、すごいですね。でもこの和の服、なんか和服のやつって結構人気ありますよね。そう、最近多いですよ ね多いです、多いです。すっごっ。そしてこっち行くと僕の好きな物語シリーズがあるんですけど、はい、本当だ、この後ろのこのグッドスマイルカンパニーさんの、はい、下着、羽川さんですね。あ、はい、羽川翼さんなんですけどあのこれ安いんですよ、6800円。だいたい相場的にこれまあ1万円ぐらいなんですけど、あ、まあ回復品ってのもあってこの買いかって思うんですけど、これがでも買いだと思いますね正直。めちゃくちゃ欲しいです。おお、はい、物語シリーズ好きですよね。物語好きですね。下もそうですか。これは違いますね。あ、下違うか、全然違うか。僕も全然わからない。ゲームですかね。そうですね、いろいろありますね。セーラームーンとかもガルパンとかもあるんで、はあ、い、セーラームーンどこですか。ああ、あっちか。はい、セーラームーンですね、はい、あと五等分の花嫁もいます、ね、はいはいはい、あれ一番くじかなかった、ね、一番くじですね、チョコノッコ、はい、かわいいですよね、チョコノッコ。かわいいですね。なんか嫌な感じしないですよね、最初でも。そう、あの机、仕事場の机とかに置いといてもいいですよね、はいはい、まさにチョコノコってですよね。そうそうそう、はい、そうですね、いろいろありますね。ありますね。ここも美少女系ですね、やっぱ。そうですね。やっぱいいですね、美少女系。セイバー、あ、セイバー人気ありますよね、桜セイバー。あ、これ僕見たことないですね。これ確かに。セイバーの着物もすごい売れてるんですよね。へぇー、うん。7800円ですね。うん、これは。ウェディングドレスもありますよ。セイバーの。あ、23000円。結構しますね。結構します。はい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 。着物はね、ほんと即売れしますよ。2、3万で。すごいですね。やっぱ人気なんですね。人気ですね。はい。そして、はい、こっちの、じゃあ、あ、ここちょっとやめときましょう。ここは。なんかやばそうな感じするんで。ここはちょっとそうですね。ちょっとやめときましょう。あと、これなんですよ。すごい気になったの。これすごいですよ。ベビースターの。ベビースターの検証のやつですよ。はい。俺、送りましたよ。マジっすか？欲しくて。はい。これ、塩とか変えられますよ。ほんとだ。味噌もあるし。味噌？これ味噌、味噌じゃない。あ、カレーじゃないですか。カレーです。あ、カレーじゃないか、味噌か。そうですね、これ。うわ、めっちゃいいじゃないですか、これ。これいいですよね、これ。しかも値段が930円ですよ。これ、あと買います、僕。おお使います、はい。いやいやいや、これ違いますよ、ワさん。違うんですか。はい。あと、これ、美少女系のプライス品ですね。はいはい。はい。いろいろありますね。
どうですか、ワビさん気になる美少女系とそこだと。ちょっとこれなんか可愛い。俺あんまりこういうロリ系の好きじゃないんですけど、はい、なんかこれ可愛いなってちょっと思っちゃいました、ね。なるほどなるほど、はい。僕もこれ何かわかんないですけど、プリズマイリア。プリズマイリア。これもフェイトですね。フェイトシリーズです。はいはいはい、はい、そういうことですね。はい。なるほど。やっぱ僕はでもこれですね。カルヒオ。出た。値段見てください。460円。安っ。はい。しかもこれ結構可愛いっすこれ。460円。白ですね。いや意味わかんないですよ。僕はそのまあ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 、まあ、あまりつくのあるんですけどね、はいはい、ボケ担当なんで。そうですね。いやーこれもなかなか珍しいですね。あ出た下着、はい、中原さん大好きですね。これ下着じゃないですか、はい、これ下着です。あこれ下着ですね、はいはい、あと結構物語シリーズのプライズもあるんですけど、はい、この2つ結構珍しいです。これが揃ってるっていうのが、これ本当だ、なんか初めて見た。はい。これ見ないですよね、あんまり。見ないですね。460円なんで。安い。しかもこの絵をちゃんとこう再現しているっていう。2体集めるとこうやって、そうなんですよ。このシーンを。はい。へぇ再現できるんだ。そうなんですよ。これもちょっと欲しいなと思ってますね。はいはい。あ、これ、懐かしくないですか？藤崎しおり。ときめもすか？ときめも。おすごいっすね。ミカエル930円。藤崎しおりですよ。はいはいはい。わかりますわかります。わかります。世代っすもんね。はい。しかも爆弾背負ってんの面白くないですか？はいはいはい。あ、ほんとっすね。はい。すごっ。やりました？やりました、やりました。もうファミコンでやりましたね、ファミコンで。スーファミ？あれ、スーファミでしたっけ？いや、ファミコン出てないですね。スーファミ。スーファミ、スーファミ。はい。俺は PC エンジンの CD ロムロムってやつで、はい、一番最初にそれが出たんですよ。はい、PC エンジンとか懐かしいっすね。PC エンジン CD ロムロムですよ。多分見てる方はほとんど分かんないと思います。分かんないですかね。PC エンジンはカトちゃんケンちゃんとかですよね。ああ、そう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 。はい、ありましたね。はい、といろいろとありますね、まだありますね。またこちらの方も裸の、あ、出てました。はい、裸好きですね、裸。これ3時みたいですね、裸女子。あ、本当だ、裸女子。ダメですよ、あんまり裸女子じゃないですか。これめちゃくちゃ可愛いですね、なんかこれはわかんないですけど、アイドルマスターって書いてますね。アイドルマスターか、はい、めちゃくちゃ可愛いですよ、これ。こういうの感じが好きなんですか、伊藤さん。もう好きなんですよ、僕の。このふわっとした感じが、はい、たまんなくキュンとなりますね、僕は。なんか守りたくなりますね。なんか慶応にもこういうキャラいますよね。そうですね、ゆいちゃん。ああ。推しのキャラなんですよ、実は。そうなんですか。そうなっちゃうんですよね。これ、ウェディングバージョン、460円ですか。あ、いた、リコちゃん。あ、これ、リコちゃんですね。これリコちゃんです。サンシャインの。はいはいはい。ワイピーさんおっしゃる。おー、かわいい。値段見てください。460円です。あ、650円です。650円。ちょっと高いですね。はい、ちょっと高いですね。はい、やっぱ人気ある、ね。やっぱ人気あるんですね。そうですね。あ、そうかわいいですね、これ。これアズニャンじゃないですか。アズニャンで、しかもアルターの、え、アルターさんのフィギュアで、アルターで生産できる、安いですね。これめちゃめちゃ安いです。仮想あるって書いてありますね。これはダメっすよ。でも、修正できる人だったら。そうですよね。これ別に、あれじゃないです。接着剤でくっつけるわけじゃないですか。そうですね。うわぁ。悪くないっすよ。悪くないっすね。はい。直せれば。アズニャン可愛いっすよね。はい。アズニャン人気ありますよね。安い、しかもこれ。あれ声優誰でしたっけ、アズニャンの。わかんないっす。あ、わかんないっすか。名前までわかんないっす。有名です。有名な方ですよね。有名な方。いや、ないですよ、もう。はい。やった感じですか。もうまあ、この辺はもう、YP ゾーンですね。はい、簡単に言えば。YP ゾーンですよね。あー、そういうことですね。はい。サンシャインね。そうですね、YP ゾーンですね。はい。なるほど。で、後ろもプライズ品で、ラブサンシャイン。多いっすね。多いっすね。ミューズですね。これはい、はい、はい。もう僕も小松屋さんの方で説明受けて、はい、なんとなく分かってきました。あ、本ですか。はい。ラブライブとラブライブサンシャインなんで。そういうことですよ、ね。これはラブライブです。はい。で、なんかすごい人気のある、はい、黒い服の子がいるんですよね。黒い服いや、黒い服いないですか、ね、いないですか、はい、はい。ちょっとまだまだ勉強必要ですね。そうですね。ちょっと、はい、まあ、YP さんいろいろ教えてもらわなきゃいけないですね。はい、あと、これですね、僕の好きな、ゆいちゃんですね。やっぱ、このふわっとした感じが。これ持ってるんですか？ LO。そうなんです。これ、まだ僕これ、買ったのが D しか、D と、はい、実は動画にはなってないんですけど、N は買ってるんですよ。昨日 YP さんと一緒に行ったんですけど。はいはい。あと、ここはまだ揃ってないんで。ああ、これから。ないんで、これは。ああ、そういうことですね。はい。ただ、これ、開封品なんですよね。ああ、開封品ダメですか。そこはちょっと。カジカジダメですか。すごいっすね、これも。これはもう古いっすね。もう色あせてますね。色あせてますね。はい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 。こんな感じですか。で、まあ、最後、ちょっともありますね。はい。こちら最後の美少女系になりますかね。あと、僕が、そうすごい気になったのがあって。はい。僕、カルヒ好きじゃないですか。はい。カルヒ好きなんですけど、このフィギュア、あんま見たことないんですよ。アビさん、これ、なんか、フィルムの色見てもらっていいですか？すごい色っすね。これフィルム、これ、巻き木なんですよ。巻き木ですね。これ、タバコでも吹きかけたんですかね。これ、でも、全部っすよ。
本当で、外箱は綺麗ですね、割かし。外箱は割かし、破損ってかもう全然別に綺麗なんですよ。どういうことなんですかね。ある意味レアっすね。そうですよね。どういう、中だけ色あせさせたってことですか。これ下手したら分かっ、そういうことか。もしかしたらこれ持ってた人が、はい、中から出して、このまま飾ってたんじゃないですか。この、はいはいはい。フィルムですか。これフィルムじゃないですよね。これフィルムが色あせてるんですか。どういうことですか。ブリスターじゃないですか。はい、ブリスター、ブリスターです。ブリスターが色あせてるんですよね、きっと。あ、そういうことか。本当そうだ、これ。よく見たら中が黄色いっすわ。ですよね。黄色いっすわ。だからブリスターのまま外に飾ってたんじゃないですか。はい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 。ナイス推理ですね。はい。しかもなんかちょっとここ見てもらっていいですか、これ。白いのが。これ触っちゃダメですよ、伊藤さん。これ、わぁ。大丈夫ですかね。これやばいですね。あれかもしれないですね。あれですね。かもしれないちょ、ワビさん、潰しに来てますよね。紙チューブは今、クールで、あ、クールじゃないわ、クリーンでやってるんで、はい、これでもちょっと欲しいなと思っちゃいますね。おうん、見たことないんで、これ。トラブルかわいいっすよね。かわいいっすね。いいっすよね、こういうの。1200円ですもんね。はい、なるほど。そんな感じですか、ワビさん。やった、俺の好きなレールガンが三坂美琴。ちょっと顔変だけど。ちょっと長細いっすね。なんか長細いっすね。ちょっとこれいただけないな。俺好きなんですよ、結構。これはなかなかわかんないですけどね。いろいろありますね、でも。まどかまぎちゃんのやつもありますね。ああ、まどまぎ。ちょっと可愛すぎますね、これは。ああ。プレミアム一番くじなんで、これ。高いやつですもんね。そうなんですか？はい。1000円とかですね、これ。ああ。あ、またあった。サンシャイン。これあれですね、はい、YP さんが推しじゃない子ですね、これ。じゃないですけど、はい、まあ、花丸ちゃん。はいはい。国木田花丸。ずらーって言うんですよ。すごっ。本当に好きですよね。いやいや、見てますから、ちゃんと。すごいですね。しかもこれ、自慢くじプレミアムのこのサイズ、すごいですか。でかっ。これいいっすよ。しかも値段見てください。びっくりですよ。安っ。750円でこれお買い得っすよね、この大きさ。大きさでお買い得じゃないっすよ。はい。あ、みくるちゃんまだあるな。あ、これなんですか。これみくるちゃんですね。この激走、これ激走バージョンのみくるちゃんですね。これ意外にこれ安いです。2400円で。これの春日と、はい、長戸がこう、いるんですけど、あ、本当だ。これ3体揃えるんですけど、この春日が、はい、春日のフィギュアで、一番今まで出来がいいって言われてるんですよ。激走バージョン。てか箱すごいですね。箱めっちゃ豪華ですね。これすごいですよ。メタリックだ。いいですね。これちょっと、はい。あとで買います。お、また伊藤さんの、心に火がついた。激走があるとは思わなかったな。ちょっと安いです。でも安いと思います、これは。いやー、よかったですね。いろいろあって。はい。まあ、そんな感じですかね。あ、また春日。100円。これ何ですかね。これティッシュですか？あ、ティッシュ。あ、ティッシュですね。マイティッシュボックスって書いてます。あ、ティッシュの春日。で、ティッシュを、このティッシュで。これ、え、なんかさ、ダメですって、マジで。ダメですよ、本当に。これティッシュですね。はい、春日のティッシュってことです。いや、伊藤さんの言い方が。鈴宮春日のティッシュですから。あ、はい。はい、そんな感じですね。はい。はい、それでは、買取王国港店さんの、はい、美少女系のフィギュア、はい、YP さんと、まあ、佐々木さんはトイレが帰ってこなかったんで、結局は、二人で締めさせていただきました。今頃戦ってますよ。そうですね。もう仕方がないですね。はい、これは時間もありますからね。はい。はい、まあ、そんな感じで、今回の動画終わらせていただきます。神チューブの神の伊藤と、YP がお送りしました。バイバイ。バイバイ。